常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね。さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あと内容気に入ったらぜひね、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。なんかやっぱロシア負けそうなんですかね。なんか虫のいいね、非武装地帯提案になるものが出てきました。こういうのやるのはね、大体メドベージェフなんですよね。前の首相で大統領だったメドベージェフがね、アドバルーン係みたいなのやってるらしいんですよ。おそらくこれ国内向けのアドバルーンじゃないかというね、読みもあるんですけれども、ちょっとそんな記事がねロイターに出ていたんでね、これちょっとご紹介します。ロシア、ウクライナ内に非武装地帯の設定を望むプーチン氏最側近ということでね、ロシアのプーチン大統領の最側近と言われるメドベージェフ前大統領は24日、ロシアがウクライナで併合した地域周辺に非武装の緩衝地帯を設定することを望んでいると語ったテレグラムに投稿したらしいんですけどね、こんなこと言ったそうです。我々の領土、ロシア連邦の領土を守るために設定された全ての目標を達成する必要がある。抗議の外国人を全て追放し、70から100キロの中近距離で機能するあらゆる種類の兵器の使用を禁する緩衝地帯を設定する必要があるというふうに述べたらしいんですけど、まあネットではね批判殺到ですよね。そんなもんロシア国内に作れとかね、モスクワの周りに作ったらどうだとかねそんな感じですよ。ロシアの国内に作ればいいじゃん、その緩衝地帯勝手にね。そう、ウクライナだから勝手にそんなもん設定すんじゃねえよみたいな話なんですけど、一体こいつは何言ってるんでしょうかということで、プロにねちょっと監修していただきました。プロ曰くですね、メドベージェフのねこれね観測気球ですと。基本的には観測気球で、ロシア国内のねいわゆる極右ですよ、核兵器使えとか言って今吹き上がってんですよ。ロシアの極右がこいつらの動向も探ってると、要は戦争をやめたいわけですよね。私ねこれに対してね、要はこういうアドバルーンをね国内向けにも上げてるってことは、もうそろそろロシアはもう疲れ果てて戦争をやめてんじゃないかと、少なくとも構成限界点は超えたんじゃないんですかというふうにねプロに質問したところですね、構成限界点は超えてるでしょうと。ただそのロシア的にはですね、国内がまとまらないとですね構成限界点超えても戦い続けなければいけないというですね、なんでそうなるのみたいな話なんですけど、そうらしいんです。国内がまとまったら譲歩するかもしれないけど、これまとまらないとですね構成限界点を超えてもですねこの戦いは続いてしまうと。そういう意味ではですね、国内世論がまとまるまではですね多分結構時間かかるので、今年いっぱいはこのまま戦争ずるずる続いてしまうじゃないかというのがプロの見方なんですね。さらに言うとですね、この具体的にね70キロから100キロの中近距離で機能するあらゆる種類の兵器の使用を禁止するっていうね、この一言が要はロシア軍はハイマースに相当手こずってるんじゃないかと。もうほぼほぼこれハイマース名指しらしいんですよね。今ウクライナ軍もねハイマースよりも射程距離の長い今実は長距離攻撃用のね兵器は持ってるんですけれども、このウクライナもですねもうピンポイントですよ。司令部とか弾薬庫を狙ったですねこの長距離攻撃にロシア軍が相当苦戦してるということを、これね意味軸もねメドベージェフはバラしてしまったんじゃないかというふうに言われてますね。さらにですね、私はねこのね年内ね構成限界点を超えても戦い続けるんじゃないかというこのプロの見方にですねさらに質問したんですけど、もし構成限界点、超えて戦い続けるってことになると、ロシア軍どんどん損耗していくってことじゃないですか。最終的にロシア軍もすり潰されてなくなっちゃうのと。それともウクライナもそんなにね潤沢な戦力があるわけでもないから、その消耗とそのウクライナの攻撃がどっかで均衡して膠着が続くんですかみたいな質問をしたんですね。この点に関してですねプロはですね、いわゆるね朝鮮戦争における38度線の固定化みたいなものはウクライナ側は全く望んでないし、そんなものでは満足しないと。ウクライナもですねロシアが消耗し尽くすまでおそらくやるんじゃないかと、それには3年ぐらいかかるかもしれないというふうにおっしゃっているんですよね。これはどうなるかということですが、このね38度線問題についてね、実はですねこんなことをおっしゃっている方がいます。これねメローニ首相ですね、イタリアのね、イタリアの議会の中でもですね日本のね一部の鈴木宗男さんとかね東郷元大使みたいにさ、なんか引き分けどっちもどっちみたいなこと言う人がいるんですよ、イタリアの議会にも。いわゆるねそういう人に対してですねメローニさんね、ざっくりこんなこと言いましたというツイートをですねラスビューローさんという方かな、なんとなく翻訳してお伝えしているので、このちょっとツイートを読みますけども、イタリアメローニ首相ね、ウクライナへの支援をやめて和平という五つ星議員に対してねこう言いましたと。五つ星っていう党ね、イタリアのね五つ星ってちょっと極右系ですよね、極右系っていうか極右に親ロ派多いからね、だからそういう系の議員に対してねこう言いました。やめろという相手はプーチンだろうと、侵略を承認するんか、侵略を平和と呼ぶんか、どんな交渉するんや、ウクライナの国境を変えてロシアに占領地与えるんかと、やるんかと、イエスかノーかはっきり言うてみーという趣旨のですね発言をしたんです。これはもうまさにそうですよね。今この時点で停戦するってことはまさにそこ38度線にして武力による現状変更をですね認めることになっちゃいますから、まさにそういうことですよ。侵略をね和平と呼ぶんかと、侵略を承認するんかということね、ウクライナの国境を変えてロシアに占領地をやるんかと、これね涙ながらにもう感情的なスピーチだったんですけど、でも言ってること正論ですよ。これをねメローニさんは訴えたんですね。これまさにプロが指摘した通りね、38度線的な解決策ではもうウクライナ満足しませんと。そう考えるとですねロシア軍完全にすり潰すまでね3年ぐらいやるんかいみたいな話になるんですよ。でもそうするとね、私そこでまたプロに質問したんですけど、もしですよロシア
シア軍のすりつぶしにね、ウクライナが成功しちゃった場合、ロシアの戦力が例えば極東の戦力とかスカスカになっちゃうでしょ。そうするとこれやばくないですかと、ロシア自体が国家崩壊するリスクって上がりませんかという質問に対してね、プロはこう答えてくれました。宮廷革命の可能性はありますと。ロシア国内でね、もうプーチン無理だ、ダメポって感じでね、プーチン放り出して新たなやつがね、要はそのゴルバチョフの後エリツィンの後プーチンみたいないつものやつが起こると。最初はおとなしくしてるけど、しばらくしたらまた今回のウクライナみたいなことが起こるみたいな、そういう感じになる可能性はあると。やっぱりね、ウクライナロシアともですね、成功突き果てるまで戦わないとね、この戦争止まんないかもしれないと。日本とアメリカがね、かつて大東亜戦争でそういうことやりましたけど、それ近いこと起こらないと戦争ってなかなか終わんないかなと。これエドワード・ルトワックなんかも言ってますけどね。さらにですね、当然占領されてるね、ウクライナの戦闘意欲は強いでしょうというふうにおっしゃってます。いくつかあるシナリオをね言っていただいたんですけど、大きく分けてですね、シナリオはね3つです。1つ目、両者成功につきあるラインで固定化と。これは結果的に38度線モデルになるんですが、お互いにもういいよっつって言って手を離すと。これが1つ目ね。でもこれでは現時点ではね、まだ成功につき果ててないですし、ウクライナ人ねガッツありますから、必勝のしゃもじね、ありがとうみたいな、俺たち必ず勝ちますって頑張ってるウクライナに、今のところ1のシナリオはないです。2番目はロシアの敗北っていうシナリオですね。3番目はウクライナの敗北っていうシナリオなんですけど、もうロシアの敗北っていうのはね、3つのバージョンがあるんです。どんなバージョンかというとですね、プーチンが宮廷革命等でね打倒されてしまうという形ですよね。もう一つがですね、クリミアを除き奪還するというパターンと、もう一個はですね、クリミアだけゲットしてそれ以外が奪還できない。ちょっと待って、これ変だな。クリミア除き奪還とクリミア以外奪還意味同じじゃん。これプロがちょっと書き間違えてますけどね。クリミア除き奪還かクリミアを奪還かってことかな、という感じですね。要はそのプーチンが敗北しちゃってロシアがいわゆるもう完全撤退するパターンか、一部は奪還するんだけれども一部取られたまんまでそれでもロシアが敗北するというパターンかと。でもこの場合もね、そのロシアの占領地については共同管理にしましょうみたいな、そういうのも次のパターン考えられるんでね、よくわかりませんが、一応プロはね、一は領土の大きさによりますがロシアの侵攻を意味すると、要はねギリギリでも両方ね成功に突き果てて38度線モデルで終わったらロシアがギリギリ勝ったみたいな感じになってしまうと。今は外交のターンではなく軍事のターンで戦局を追うしかないというふうにプロがご覧になっているということでございます。これに関連してですね、じゃあロシアどこまで戦えるんだということなんですけれども、結構多くの方がね、 GDP の統計はね思ったよりも下がらなかったんですけれども、今年に入ってロシアちょっと厳しくなってるということで、これも CNN のニュースなんですけどね、ロシアの資金が底をつく可能性が出てきたと。新興財閥のね、いわゆるオリガルヒのオレグ・デリパスカ氏がですね、そんなようなことを言ってるということです。これこの人の個人的な見方ですけどね、デリパスカ氏はですね、去年ねロシアによるウクライナの戦争の終結を紛争当初の時点で強く求めていたそうです。同氏の発言とは対照的にですね、プーチン大統領は同国経済の先行きを上向きに評価したんですが、そんなことはないということでですね、このデリパスカ氏曰くですね、侵攻に充てるロシアの資金を枯渇させるため西側は2月以降1万3000件を超える制裁を発表と。ロシアの外貨準備高3000億ドル余りを凍結と。それでですね、エネルギーですね、その収入がね 35% 減少してるけれども支出は 59% 増えており、財政赤字がどんどん増えてるので、デリパスカ氏曰くですね、だんだんなくなってってロシアが戦争できなくなるのではないかということです。これね、いろんな見方があってね、フォーブスなんかはね、まだできると、ロシアの中央銀行うまいことやっててまだ戦争できるとか言ってるんですけど、実際のところはですねよくわかりません。ただいずれにしてもね、 GDP 統計は偽装されてる可能性極めて高いし、戦車を作ってですねウクライナにぶっ壊されてもそれで GDP 上がっちゃうわけですよ。こういう現状もね考えていただくとですね、なかなかロシア経済厳しいかなと。破綻してないわけじゃないです。もうすでに破綻状態であることはこれ間違いないですし、原油のですね輸出がね最新のデータでは4割以上減ってるというようなこともありますので、なかなか厳しいのではないかなというふうに思います。ということで、そろそろですねカズマ塾のセミナーも始まることなんで、この辺で終わりにしますけれども、いずれにしてもですね、このね、カズマさん来た、ありがとうございますありがとうございます。カズマさん飛び入り参加していただきました。いずれにしてもですね、このメドベージェフのね虫のいい提案乗るわけねえということで、戦争はしばらく続きそうだなということですね。一生しゃもじを送ったね岸田さん、本当にねいいギフトを送ったと思うんですが、日本もね G7 標準までさ援助のレベル上げようよ。昨日も提案しましたけど、殺傷兵器と殺傷兵器じゃない兵器の間、つまり防空兵器ですよ、防空兵器の提供ってのは本当大事だと思います。だってロシアは市民を狙ってさ空から攻撃してくるわけだから、それをなぎ払う力ね、なぎ払えというねこの力を与えるっていうのは、私はね非常にね日本のねこの微妙な立ち位置であるにもかかわらずねできるね最大の援助かなと思うので、ぜひパトリオットミサイルのね提供ねご検討いただきたいなと、日本政府にはねそんな風に思っております。ということで、今日の内容面白いなと思った人はぜひですね高評価のボタンとチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらぜひね Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。